ミス・ユニバース・ジャパン滋賀大会ファイナリスト14名の皆様です。どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。本日は2016ミス・ユニバース・ジャパン滋賀大会最終選考会へご来場いただき誠にありがとうございます。本日の司会を担当させていただきます、地元の FM 局 E ラジオ、毎週水曜日木曜日午前の番組、情報番組スタイル、そして金曜日のバラエティ番組レディオマックスなどでパーソナリティを担当しております、千石浩一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてアシスタントの宇野ひとみと申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。本大会は62名の応募があり、オーディションを経て見事選ばれた皆様です。滋賀の代表として日本大会に出場される方ですので、千石さん皆さん意識が高いですよね。まあそうですよね、まずは応募してみようというその勇気ですよね。そうですよね、はい、当然ながら意識の高い皆様ばかりということになるわけですけれども、はい、ただですね、決して今日ファイナリストに残られている皆さんというのはプロと言われるような方ではなく、ほとんどの方がですねお仕事をされていたり、はい、学生の方であったりという、まあ、言ってみれば我々と全く同じ目線で生活をされている皆さんが1ヶ月というこの限られた期間の中でトレーニングをして今日のこの日を迎えていらっしゃいます。そうなんですよね、はい、先ほどリハーサルも拝見させていただきましたが、はい、すごく緊張感が伝わってまいりました、うん、もちろん当初というのはですね、皆さん私大丈夫なんだろうかというようなその自信なげなところというのがウォーキングであったりこの PR のトークであったりといういろいろなところで垣間見られたそうなんですけれども、はい、この1ヶ月という期間を経た中で本当にですね自分自身が持ってらっしゃるその内面の美しさというものを引き出すことができたっていうふうにね、おっしゃってるんですよね。そうですよね、このコンテストというのは、はい、誰もこう見た目の美しさだけではなくて、はい、先ほど千石さんおっしゃったように知性だったり品格だったり、はい、そして社会的貢献性だったり、こう内面からの美しさというのも審査の基準になってくるわけなんですよね。ですからまあそういった部分をこの1ヶ月の中で皆様それぞれに開花させられたというですね、その日ということになるわけですよね。そうですよね、はい、皆様この後改めて登場ですが本当に楽しみですよね。はい、この1ヶ月という期間の中でですね、はい、このハイヒールを使った正しいウォーキングというものを皆さん身につけられまして、はい、その中で得られたボディーラインというものを今日はこのステージ上で披露していただきます。まあ、当然ながら1ヶ月という中でどれだけ一人の女性が大きく生まれ変わるのか、はい、その瞬間というのを今日はですねこの後早速皆さんにご覧いただくことになります。やはり夢に向かう女性の美しさ、そしてですね目標を持つと女性はこれだけ大きく生まれ変われるんだ、これだけ綺麗になれるんだということをですね、はい、ぜひ今日は皆さん生でご覧いただきたいと思います。そしてこの1ヶ月という期間の中で皆さんが内面からそして外見もそうですけれども導き出した答え、もちろん 100% ここまでやってこれたという方もいれば、ある方はひょっとすると 70% かもしれません。ただ今日この瞬間に皆さんの応援であったり声援でさらにその数字をですね 100% を 150% に、 70% の方を 100% にしていただくことができますので、ぜひですねここからの時間皆さんも一緒にですねこの会場この選考会を作り上げていただく一人だと思って盛り上げていただければなと思います、はい、よろしくお願いします。とても楽しみになってまいりました、はい、それではそろそろ準備が整ったようですね。はい、さあいよいよ始まりです。皆様ステージにご注目ください。水着でのウォーキングとチャームポイント自己 PR を披露していただきます。それではご登場していただきましょう。エントリーナンバー1番松野奈々さん。セギエクス I got one more problem with you girl、hey.
私は負けず嫌いです。そして何事に対しても最後まで一生懸命やりきることができます。私の今までの経験を通して多くの方々に何かを伝えるということの大切さ、難しさ、それと同時に楽しさを知りました。そしてもっとより多くのことを私自身から発信していきたいという気持ちになりました。私が住んできたこの20年間で唯一滋賀県の一番の魅力だと思うことは、琵琶湖を代表に素晴らしい自然に恵まれ、歴史と発展の調和が取れたところだと思います。さらに滋賀県の魅力と日本の文化を深めていき、私自身が滋賀代表として日本大会に出場し発信していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。エントリーナンバー2番、奥野さやかさんです。友人に支えられて生きていくということに気づきました。その気づきと感謝の気持ちを胸に今このステージの上に立っております。また私はお仕事で着物ショーに出ていることが多いのですが、着物ショーで着物を表現するときに日本人の強くしなやかな美しさに気づきました。その強くしなやかな美しさを世界中の方々に発信していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。エントリーナンバー3番、藤井あずささんです。ありましたが、このミスユニバースという大会に出会い、女性がキラキラと輝く姿に感銘を受けました。私もこのように輝きたいと思うようになり、この舞台を目指すようになりました。そのことで今年に入り細胞も感知し、人は前向きに生きることがすごく大切なんだと思うようになりました。私はこのミスユニバースという大会を通して世界中の人々に夢や希望、そんな勇気を与えられる女性になりたいと思っております。本日はよろしくお願いいたします。
エントリーナンバー4番、中澤紗理さんです。Why so serious? So raise your glass if you are wrong in all the right ways. All my underdogs, we will never be, never be anything but love. And nitty gritty, dirty little freaks. エントリーナンバー4番、中澤紗理です。チャームポイントは力強い目です。私は高校時代の海外ボランティア研修にてチャリティー活動に興味を持ち、ミスユニバースに憧れるようになりました。現在は大学で医療分野の勉強をしています。このミスユニバースを通じ、多くの方に美容と健康について関心を持ってもらい、美しく幸せに生きていけるよう伝えたいです。またこの滋賀大会を通して改めて感謝することの大切さを学びました。このミスユニバースを通してこれからも一生懸命頑張っていきたいと思います。今このステージ立て、このステージに立てることに感謝して、今日この瞬間を楽しみます。エントリーナンバー6番、井上美咲さんです。And it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna love remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. Entry number 6番、井上美咲です。チャームポイントはホッとすると言っていただける癒しの笑顔です。私は自分を成長させたくて挑戦しました。ファイナリストに選んでいただいてからは、自分と向き合う毎日で落ち込むこともありましたが、私らしさを応援してくださる皆様やビューティーキャンプでの先生方の言葉が救いになりました。幸せだから笑うのではなく、笑顔だから幸せに導いてくれる。私は笑顔で人を元気づけたい。そしてたくさんの人に笑顔を広めていきたいです。エントリーナンバー7番、本岡亮さんです。エントリーナンバー7番、本岡亮です。私のチャームポイントはこのすくすくと伸びた身長です。私は多くの人々に農業の楽しさや大切さを伝えたくて、この大会に応募いたしました。一つの作物を育てるということは、日々変化する天候やその作物を取り巻く環境に臨機応変に対応しなければなりません。
この臨機応変に対応するということは人が成長する上でも大切なことだと思っております。精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。エントリーナンバー8番、和智麻耶さんです。マヤです。チャームポイントは股下86センチ、まっすぐ伸びた長い足です。背が高いこと、私はこれがコンプレックスでした。満員電車ででかいからといって押し出されて乗れなかったこともありました。嫌味や悪口を言われたこともありました。しかし2014年滋賀県代表木村かな子さんと出会い、刺激を受け、私も人生を変えたいと思いました。ここまで大きく育ててくださった両親と、そしてここまで立派なステージや舞台を作っていただいたスタッフの関係者に心から本当に感謝をしています。私が日本代表になりましたら、思いやりと前に進む心、そして人生で一度も染めたことのない自慢の黒髪を持って日本の良いところをアピールしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。エントリーナンバー9番、浅間かなさんです。10番、宮城佐穂さんです。
筋の通った高い花です。私はこれまで初めての海外に一人でアメリカへ行ったり、東北支援のボランティア団体の設立、そしてミスキャンパスなど自らが一歩を踏み出さなければならないことに挑戦するよう努めてきました。そしてこのミスユニバースジャパン滋賀大会もその一つです。私はそれらに共通して学んだことがあります。それは自らが先頭を切って多くの人に話しかけることの大切さです。初めての人が多く集まる場、今回であればプロフィール撮影やお披露目会です。なかなか馴染んでいないメンバーたちに対して自らが先頭を切ってたくさん話しかけるよう努めました。緊張している子もいたので一緒に写真を撮ろうと場を和ませるように意識をしました。この力は私が代表になって日本全国そして世界各国から集まった時に発揮される力であり、また求められる力でもあると思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。エントリーナンバー11番、北条エレナさんです。ところです。私は幼い頃からバイオリンを本格的に勉強しております。普段は音楽を通して少しでも皆さんに勇気や希望を与えられたらいいなと思い、東日本大震災や白血病基金などのチャリティー演奏活動、演奏活動を行っております。私がミスユニバースになりましたら、世界中の女性にキラキラ輝くことの素晴らしさを伝えたいなと強く思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。エントリーナンバー12番、奥村彩香さんです。